ブレヤ川は、ロシア極東部のハバルフスク地方及びアムール州を流れる長さ6 2 3トルの川でアムール川の大きな支流の一つである。ブレヤの名は、エベンキ語で川を意味するビリチャから来ている。満州語などのトゥングース語ではニオーマン川と呼ばれており、新潮時代にはこれを、ウシマンと漢字音写していた。ブレヤ山脈の西側で、 プラーバやブレイヤ川とリエーバやブレイヤ川が合流して、ブレイヤ川となる。右ブレイヤ川は、エソプ山の南の大根を、左ブレイヤ川は、ドゥッセアリーニ山脈の西側を源流とする。これら標高2000メートルを超える二つの山並みは、ブレイヤ山脈の北へ続きその最高部を形成している。左ブレイヤ川源流からアムール合流点までの、長さは623キロメートルであるが、 右ブレヤ川からだと7 3 9キロメートルとなる。ブレヤ川源流、上流域は3500平方キロメートルに及ぶ、ブレヤ自然保護区になっている。ブレヤ川上流は、ハバルフスク地方を南西に流れ、流速も、毎秒3から4メートルと早く両側の渓谷も、狭いが、ウルガルの周辺で、渓谷は広くなる。再び深い渓谷に入った後、ブレヤ川は、 アムール州に入る。川が山地を抜けて、平野部に出るタラカンの町の近くでは、1976年代からブレアダムの建設が始まった。ブレア川は、スコベルジノでアムール川に合流する。下流では、ブレア川は深さ4メートル、幅500メートルの流れの緩やかな大河となる。冬は凍結するが、夏の間は、川の水位は六メートルから十メートルも高くなるなど、 頻繁に反乱を起こし、衛星写真から大きな蛇行跡をいく筋も残しているのがわかる。主な支流は、サガン川は、ウルガル川、ティルマ川、ウガン川は、ニマン川、トゥユン川などである。バム鉄道及び、シベリア鉄道が長い橋でブレヤ川を横断する。また、ロシア連邦の高速道路網の一部をなす地た、ハバルフス区間の道路、アムールが建設中で、 ブレヤ川の橋は2001年に完成した。現在は、これが、ブレヤ川を横断する唯一の道路橋である。ブレヤダムと水力発電所は2009年に完成し、上流には750平方キロメートルの湖面を持つ、ブレース湖へ貯水池ができ、観光地となっている。17世紀よりこの地方を支配するようになった、新朝の記録によると、国流工場より、 丸木船で1ヶ月ほどでオロンキ川とニオマン川の合流地点に至ったという。17世紀後半には、世紀旗蒙古徒島の民、後期蒙古福徒島フワシャン、国立高福徒島、ナジンラによる調査が行われ、新調作成の国立交流域地図にはニオマン川、オロンキ川、シアルミ川の位置と名称が記されている。ありがとうございます。